エイミー・ダーマスは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、ディーバ。現在は、バンドザル・チャゴ・アーズのボーカリスト。ノースカロライナ州、サンフォード出身。身長168センチメートル、体重61キログラム。アメリカのプロレス団体 WWE に、所属していた。リタのリングネームで知られている。1998年に、 ノースカロライナ州を拠点とするプロレス団体、オメガレスリングにてプロレスデビュー。オメガレスリングには、後のハーディーボーイズ、シャノン・ムーアー、グレゴリー・ヘルムズ、クリストファー・ダニエルズなども所属していた。1999年に、イカップリング・ウィズニー席。リングネーム・アンジェリカとして、女子マネージャー役としての登場であった。1999年の年末には、 WWE に移籍し、現在のリングネームリタを用い始めた。WWF の番組にはルチャードであるエッセ、リオスのマネージャー役としての登場であった。最初はマネージャー役のみでの登場だったが、女子レスラーとしての活動も開始する。その後、ディーン・マレンコとのストーカー的なアングルを経て、ハーディーボーイズに加入、3人でチームエクストリームを結成した。 チームメンバーのマット・ハーディーとは、実生活の恋人だけでなく、アングル上においても恋人同士となる。チームエクストリームは2001年の年末に、喧嘩別れをして解散。マット・ハーディーとジェフ・ハーディーの兄弟対決ストーリーへと、続き、リタは、マット・ハーディーとは、ギミック上のみ破局する。しかし、翌年の2002年1月20日、マット・ハーディーが、ロイヤル・ランブル2002の、 ロイヤル・ランブルマッチに参戦した際に、リタドーハンで登場。2月17日に行われた、自大会、ノーエーアウト2002では、WWF タッグ王座第一挑戦者、決定戦に3人揃って、仲良く参戦し、何事もなかったかのように、チームエクストリームは復活している。ハーディーボーイズのマネージャー的な役割と、並行して、女子王座戦線の主役として活動していたが、 コックスのテレビ番組ダークエンジェル撮影中に首を負傷し、WWE から長期離脱する。選手としての復帰までの間、ジョナサン・コーチマンと共に、RAW の別番組、サンデーナイト・ヒートの解説を務めたり、自伝を出版したりした。なお、リタの怪我による欠場と、マット・ハーディーのスマックダウン遺跡による、ハーディボーイズの事実上の解散で、 チームエクストリームも徐々にフェードアウトしていった。そのため、破局や解散といったストーリーは描かれておらず、後のストーリーへの展開に一役買うことになった。2003年4月21日、ヒートの解説を務める傍ら、怪我の回復具合とトレーニング再開をファンに報告するため RAW に出演する。しかし、GM エリック・ビショフが登場。散々セクハラされた挙句、 首を宣告されるという悲惨な目にあってしまう。しかし、共同 GM のストーンコールドスティーブ・オースチンによって再雇用され、失業は免れた。そして怪我も言え、満を持たして9月15日の RAW で、モーリー・ホーリーとゲール・キムから、トリッシュ・ストラタスを救援する形で復帰する。そのまま、トリッシュ・ストラタスとのタッグで活動しつつ、女子王座挑戦権を獲得し、 モーリー・ホーリーと抗争した。11月16日、サバイバーシリーズ2003で、モーリー・ホーリーの王座に挑むものの敗れた。翌日の RAW では、マット・ハーディーが、スマックダウン、より移籍してきて、リタにプロポーズ、かと思ったら、直後の試合で、マット・ハーディーに振られ、あげくエリック・ビショフに首を宣告されるという悲惨な目に、あった。この首はクリスチャンがすぐに取り消し、 ことなきを得た。翌週11月24日の RAW では、ビクトリアと番組史上初のディーバによる金網戦を行っている。この試合は、マット・ハーディーの妨害により敗れた。度重なるマット・ハーディーからの嫌がらせで、昇進のリタに対し、クリスチャンが優しく慰めてくれた、かと思ったら、それは、クリス・ジェリコとクリスチャンのどちらが先に女を、 落とせるかという掛けごとに巻き込まれただけであり、結局振られたような形となり、そのまま同じような境遇にあったトリッシュ・ストラタスと、共に、クリス・ジェリコとクリスチャンを相手に抗争に入った。そしてそのまま、クリス・ジェリコと、クリスチャンが、トリッシュ・ストラタスをめぐる抗争に入ったため、トリッシュ・ストラタスとのコンビはなくなった。2004年には、リタをめぐってのケインとマット・ハーディの抗争。 その後のアングル上での結婚、妊娠、ジーンスニツキーの攻撃による流産、その後の復讐と続き、そしてトリッシュ・ストラタスとの交想へと続いた。12月6日の RAW では、トリッシュ・ストラタスを倒して、自身二度目となる、女子王座を獲得している。2005年に入り、エッジと不倫し、ケインとアングル上離婚する。WWE 入団以来一貫して、 ベビーフェイスであったが、この時ヒールにターンする。このエッジとの不倫は、もともと実生活においての実際の出来事。このことが原因で、チームエクストリーム時代以来実生活での恋人であったマット・ハーディーと別れることとなる。エッジとは、2005年6月にアングル上の結婚をする。そして、ケイン、マット・ハーディーとの交渉を繰り広げ始めた。その際、 彼女のことを、ーとちゃんとするのが恒例となっていた。ヒールターンしてからは、エッジというトップヒールがずる賢く試合に、勝利するためのアシスト役に収まることが多くなり、試合をする回数が圧倒的に減った。トリッシュ引退及び自身の引退試合を除くと、ルチャ系の技を全く使わずに試合をしていたことになる。その後は、トリッシュの引退により、 ベビーターンしたミッキー・ジェームズと交想を続けていたが、2006年11月26日、サバイバーシリーズ2006において引退。しかし、盛大に祝福されながら引退したトリッシュとは、対照的に観客から大ブーイングされた挙句、クライムタイムに下着を盗まれると、いくら、アングルとはいえあまりにも惨めな引退となってしまった。もちろん、小終了後、エッジやカリートラに祝福され、 引退パーティーをした。引退後は、パンクロックバンドザルチャゴアーズのボーカルとして活動している。2007年12月10日、トリッシュ・ストラタスと共に、RAW15 周年記念特別番組に登場し、元気な姿を見せた。ちなみにこの時は、引退試合と打って変わって、観客から大声援を受けた。2014年2月10日、WWE。 殿堂入りが発表された。得意技であるハリケーン・ラナはリタが使うことで、ハリケーン・リタと呼ばれたことがある。また、日本語で訳した時の文字に、誤りがあり、リタケーン、ラナ、リタケーン・リタになったこともある。ありがとうございます。